統一教会の世界大会でメッセージを送った安倍晋三、懲りない男だ。自分のためなら統一教会でも何でもやる。ハン・ハクチャだ。すごい数の信者が集まっている。すごい数だ。ハン・ハクチャ、花なんかもらって、パイで挨拶したのが自民党、柳本卓治だ。統一教会が最も動くのが憲法の改憲問題。柳本は改憲問題の事務局長だ。これは去年の憲法改憲集会だ。柳本が挨拶している。これも柳本は統一教会との交渉接点だ。改憲集会、統一教会の信者に文書が送られている。こんなたくさんの統一教会が動員されている。自民党の改憲運動、それは統一教会の運動。公明党、創価学会と統一教会は一心同体。維新と統一教会は一心同体。国民民主党と統一教会は一心同体。偽物野党と統一教会は一心同体。ねえ、連合さん、吉野優子さんは、勝共連合の統一教会だよね。ね。バレたのね。バレたのね。バレたのね。立憲民主党の新しい代表です。吉野優子、あなたに連合会長の辞任を求めます。吉野優子、連合会長の辞任を求めます。